はい、どうも、ゆきゅうです。今日は10月15日、今日は小見の駅に来てます。で、小見といえばいつもここからセントリア空港まで行ってどっか遠出をしてるので、まあ、またどっか遠出するのかなと思いきや、今日は、セントリア空港近くのアイテスカイエキスポでラルクのライブです。で、まだ時間は1時間ぐらいかな、まあ、時間はあるんですが、多分ここから電車乗ってきて会場着くのがもうあと20分前ぐらいで、まあ、そこそこギリギリになる感じで、まあ、いつも通りな感じですね。はい、というわけで今日はラルクのライブ小見から向かっていきます。セントリア空港の駅に着きました。なんでここから多分歩いて10分ぐらい着けると思うんで、まあまあ10分ぐらい時間は余裕があるのかなと思ってます。まあ、ちょこちょこ走ってると思いますが、まあ間に合うでしょう。というわけでのんびり行きます。はい、会場そばまで行きました。今42分ですね。あと18分ぐらい時間があるんですが、前回の外資ホールの時なんですけど、気になったのが音がやけに小さいんですよね。本当にロックバンドかっていうぐらい音が小さくて、ちょっとビビったんですよね。で、まあ外資ホール一応まあ、近くに住宅っていうほどではないけど、まあまあまあ、まあ住宅もそんなに遠くない位置にあるんでっていうのはあるんですけど、まあここは愛知エキスポ、愛知スカイエキスポということで、まあセントリア空港の近くなんで住宅街は全くないんで、そういった音に関しての制限は多分ないはずなんですよ。なんで、ここでガンガン音出してくれるんだったらいいんですけど、ここでも、まあ前回と同じような、音だったらまあちょっとなっていう気がするんですが、まあそういう期待と不安を持ちつつ行ってきます。あっ、10年普通に身分証明書忘れたと思った。完璧忘れてた。最近たまたま財布に免許証を入れてたんで、ここ最近ずっとそのおかげでなんとか大丈夫でしたけど、あっぶな、マジで終わったと思った。というわけで皆さん、ライブ行くときは身分証明書、最近必要なことが多いんで気をつけましょう。